ディオクロス。皆さんこんばんは。矢作ゆさゆりです。おい。矢作さんどうしたんだ。違うよ。違う。また裏切りやがったこの女。本当。本当最低だよね。びっくりしちゃって今。さくらがやれって言ったからさ。この辺であれやってくださいねって言うから分かった一緒にやろうみたいな感じで違う皆さんこんばんは桜えねです。なんか違くってなんか私が思ってたのと違くってちょっとこれって言ったじゃん。あこれなんですけど、そういえばどうやって皆さんに伝えたらいいか分かんなくって。この番組は私 YG 制作のドラマ CD クワッドクロスで早急ステレア公演じる私萩沙織とカノンささやくを演じる桜谷根をカノンささやくを演じる桜谷根がお届けするガーデズクロストーク番組じゃねえよっておい違うよね。これも違うよね。一緒か。一緒か。違うよね。だからね。だからね。何が言いたいかというとですね、こういうことです。これがやりたかったんです。これ最近若い子の間でこういうなんていうの記号が流行ってるよねって。なんとかなんとかです。で矢印。これって自分にメールとかで送られてくるのも自分で。自分の言ったことに突っ込んでるっていう意味合いのこと矢印のノリツッコミだから、はい、その文章の最後に矢印がついたら、うん、おいってことなのかなって思って、うん、取り入れてみたんだけど、はい、その流行に乗ろうと思ってね。分かんないからそういうのはもうのっかっでも、うん、私思ったのが矢作さんの愛称のおはぎって、うん、おがちっちゃくなってるじゃないですか、うん、ちょっとギャルっぽくていいんじゃないですか。マジで。あ、そのマジでもう地に点々なんですよね。ちょ分かっちゃうけん。しかも何々系とかすごい人びたに聞いた。一時は流行ってましたから。一時言うな。ということでですね、うん、こたつこたつこたつかたそうよ。かたすのめんどくさかったんだよ。今日もう1月10日だよ。え何言ってんの。まだ年越してないじゃん。うちらまだ越してないじゃん。何言ってんの。そうですね、私が間違ってました。本当だよ。勘弁してよ。私たちまだこれ撮ってる時年越してないんすわ。だからしょうがない。あ忙しいね。年末進行忙しいね。年末進行っすよ、ほんと。会話を聞くってさ、疲れてるね。うん。というわけでね、まあ見てわかる通り、今日2本撮りなんでね。2本撮りですよ。みんなが、ちょっと食べていいかな。そうですね、じゃあ言っときますね。皆さんからのですね、クワトクロスドラマ CD の第1巻の感想メールはですね、来週以降に。来週メールです、うん、来週メールね、はい、来週以降、はい、読みますんで4月半ばの放送から読みます。なので、はい、それぐらいに間に合うように送ってください。送ってください。よろしくお願いします。ということでレディオクロス始まらないよっておいレディオクロス。改めましてクワッドクロス早急ストライクの矢作さゆりです。大好きなバナナの謎はまだ謎なのだぞ。なんかちょっとなんかプンっぽい感じだね。なのだぞ。大好きなバナナの謎はまだ謎なのだぞ。大好きなバナナの謎はまだ謎なのだぞ。カノンさしゃくの遅くないっていただきました。自分のいただきましたうわーさくらさん褒めてください。これ気に入った。私これ2012年使っていこう。じゃあ私はっておいってやっていきます、ね、流行んないよそれ。絶対やんないよ。おーひどいなすごいなさあというわけでね、ダイスクワッドクロス一般発売
についてういっす皆さんにもうちょっときちんとガイダンスをしていきたいと思います。お願いします。よろしいですか、メモの準備は。うん、はい、こちら。あ、ちょっとなんか大感こういうの欲しかったんじゃないの。こういうの欲しかったんでしょ、みんな。いいと思います。ないの、なんかねえ、ないの、そんな。それは自分に対して言わないといけませんから。そう、自分か。はい、自分に対してのノリツッコミですよ。というわけでね、1月18日にクワッドクロスの一般発売が、はいはい、始まりますが、こちらがですね、こうなっておりまして、鏡開き。今ちょうど初回限定まで言ってたとこだからさ。あ、すいません。こちらね、メモったの、1、2ってこうディスクに巻いた、とここにもね、うん、ここのポケットにもよいしょ、こうやってね、もう一枚入ってるんですけど、入ってますね。ちょっとボロボロといろいろ出てきちゃった。そうですね、ちょっといろいろボロボロ出てきちゃってるんですけど、はい、これが、初回限定版で、3500円。はい、ここにここのあの CD がですね、入ってるものが、はい、そしてですね、通常版はここがない。はい、見た目は同じだけど、そうそうそう、ディスクが1枚、ここに入ってるのが入ってない版が、3000円。見た目は全く同じです。だからこの、はい、ここに入ってる CD が入ってるか入ってないかで、はい、500円しか違わないんだって。っておい。違うか。さくらさん引くわ。今作家さんにさせてかされただけ。さくら、私の意思じゃないから。まあそういうわけで、もちろんあの超 A&G ショップの通販も始まります。はい、あとはね、全国の、アニメートさんやら、ゲーマーズさんやら、虎の穴さんやら、まあとりあえずいろんなところでね、はい、発売されるということで、はい、お近くにお店がある方はぜひ店頭で見ていただいて、はい、ちょっとないなっていう方は、はい、超 A&G ショップの方で通販で買ってください。はい、確実にね、そっちは手に入りますね。はい、手に入りますので皆さんよろしくお願いします。お願いします。というわけで今日も番組宛に届いたメールをご紹介していきます。はい、はい、まずこちら、こちらがですね、先輩のことをパイセンと言ってしまう後輩さんからいただきました。わー、何、先輩、あ、逆にしてるってこと？あ、シーズンみたいなことですよ。シーズンみたいな。シーズン。ヤギパイセン。なんか違うかな。ちょっと、でもちょっといい。いいんですか？パイセン、ちょっといい。パイセン。お二人、黒番は？黒番は初メールです。初メールですか？最近雑誌で読んだのですら、恋をした女性は今まで、恋をした女性は今までよりも可愛らしくなり、失恋した女性は今までよりも美しくなるそうです。これって本当ですかね。嘘だよ。お二人は女性がどんな時に可愛らしくなったり美しくなったりすると思いますか。いつだろう。対戦的には、対戦的にはいつか、うん、女の子が、うん、一番、うん、可愛いと思う。とりあえず、はい、今のさくらは可愛くない。あ、どうしたらいいですか、パイセン。やっぱパイセン的には。いろんな経験を積むっていうか、やっぱ恋をするのは大事なことだと思う的な、うん、あ、待って、ちょっと的な、的なね、なんかその手おい手おい。ヤハギさん引くわ。っていうか、これじゃあ何ですか、恋をしてない女性は可愛くないってこと、可愛らしくも美しくもないってことですか。ちょっとうちらのことディスってんじゃね。ディスってますよね。次。みんな思い浮かべてごらん、うん、自分の12月24日25日よ、どうだった。一人で夜中の12時に親が寝静まった時にメンマご飯食べてた。
白いご飯に温泉卵かけて、うん、で温泉卵の素をかけて、さらにちょっと風味付けに少しだけお醤油をかけて、でメンマと一緒にいただく。いただく。いただく。メンマと一緒にいただく。もう聖なる夜に何してんだって感じですけど。でおい。なんかこれやったら全部まとまる気がしてきた。まとまねえよ。読んで。ラジオネームセバスチャンの孫さんです。うん。さゆり様、あやね様、ごきげんよう。ちょっと何執事っぽいんですか。セバスチャンだから。ごきげんよう。あ、さゆりお嬢様ですね。毎度楽しい放送ありがとうございます。やんちゃのお二人の様子がまるで深夜番組のようですごいです。そんな二人のイラストを描きました。はあ。まずイラストを描いてくださった。そっち先見せる。そっち先見せますか。見える？これ。さくらさん、これがさくらさんだよね。死亡しているさくらさんと、これあのこれは死亡してるさくらさんです。これこの 1,2,5 って何？これ現場検証のやつですよね。そうですそうです。で、あのこれおはぎですね。クオリティ高い。まあここまではまだ許します。いいんですよ。問題はこれです。こっちです。一見だらつ。お、すごい、ほら一見ね、綺麗に。うん、綺麗に描いてくれてるんですが、刺さってさ、やってキラって、そうそうそう、でちょっとこうちょっとあのちょっとこうアップしていただくと、セルフアップ、これは当てつけですか。私への当てつけか。うん、これはね、私が見た感じだと C カップぐらいはある感じですね。うん、そうですか。次。こちらがですね、ゆきにゃんさんからいただきました。どうも、おはぎ、あやねるクロス、クロス。お二人にクロストークしてほしいトークはコンビニです。僕はよくローソンを利用します。うん、まあほとんど雑誌を見るのに利用しています。うんうん、二人はコンビニでよく何買いますか、ということで。うん、買うもの、買うもの、私ね、飲み物。ほう、あのね、うん、あの近所、家の近所のコンビニに、はいはい、深夜1時2時頃、やばい、家に飲み物のストックがないって思ったら、もうあのあれですよ、いつものすっぴんで、 あの寒いから帽子かぶってマスクしてメガネかけて、不審者ですよね。寒いからね。で、あのパジャマの上に、はいはい、もこもこの、あの私いつもあのヒョウ柄の斑点みたいなの着てるんだけど、それの上にさらにあのジャンバー着て、ビーってここまでもう上げて、その状態で深夜1時2時に近くのコンビニに行って、もう飲み物をカゴいっぱいに大量に買って、ドンってチャリでギコギコって、チャリで1分ぐらいのところなんだけどね、っていう感じかな。でも私それ否定できないのが、この前あのドラマ見ながら、なんかドラマの総集編をやってたんです。でその総集編とを見て、私そのドラマ一回も見たことがなかったんで、総集編を見て、あ、このドラマ面白いなと思って、で総集編の次に最終回が来てたんです。だからその最終回と総集編の間の CM の時に、どうしても親と二人でアイス食べたいと思ってアイスが食べたい、最終回見ながらアイス食べたいと思って、どうしても食べたいと思って、氷じゃダメって思って、氷じゃね、氷じゃちょっとないって思って、よし、あやね行ってこいって言われて、ラジャーっておいってなったんですけど、でもあのちゃんと行ったんですけど、今のいらなかった、今のいらなかったね、よかった、自分で気づいてくれてよかった、私が言う前に気づいてくれてよかった、ちょっと成長してる、それはね、ちょっと今気づいてほしいなと思って、こう桜さんってこう思ってたんだけども、そうでしたね、気づいてくれてよかった、はい、うん、で、あのその時やっぱり私もパジャマのまんま、下すら着替えずに、パジャマにもう上羽織って、でキャスケットかぶって、マスクして、マスクして、でそれを鏡で見た時に、これやばいなって思ったんですけど、やばいよね、でもそのまんまもういいやと思って、パッて出かけて、だって深夜のコンビニなって、みんなそうじゃん、
全然だから、うん、あのその中の一人だと自分も思えば、そっか、恥ずかしくないですよね。そうそう、全然全然いけるよ。うん、なんだっけ、あ、なんでしたっけ、あ、違う、不審者の話じゃなくて、あ、よく何買いますかって話でした。だから、まあ、うん、飲み物買いますよっていうのと、アイスは、でも私アイス食べるとお腹壊すってあのその時はコンビニでよく、うん、あ、海苔巻き買います。海苔巻きね、はい、ということでした。はい、皆さん、たくさんのお便りありがとうございました。はい、私たちがクロストークできそうなお便りまだまだお待ちしております。レディオクロス、クロスジェネレーション。このコーナーではジェネレーションギャップがある私たち2人のジェネレーションをクロスさせるべく、うん、リスナーの皆さんからテーマを送ってもらいます。はい、というわけで、すごい久しぶりにやってきた、はい、そうですね、クロスジェネレーションですが、前回はね、はい、まあ我々の胃袋に収まっている残念な収まってないんですよ。まだ生きてるんですよ。はい、あのここにですね、写真がありますのでですね、うん、まあ、さくらさんがちょっと落書きしちゃったんですけどこんな感じでもうすぐ10センチ、はい、10センチくらいある。もう10センチくらいあるザビオって書いてあるからね。おー、読んとかないでさ、あ、ここ、うん、お腹が減ったザビオここあのお腹が減ったザビオ、おいザビーもね、ザビーもね、流行に乗っかっていきましょうね。まあそんなわけですよ。はい、というわけでね、はい、何がそんなわけですよよくわかんなかった、わかんなかったですけどね。さあ、じゃあ皆さんからいただいたメールをね、はい、こちら、あ、唐揚げ食べたいさんですね。いつもどうも、ありがとうございます、おはぎさん、あやねる、こんばんは。こんばんは。お二人にクロストークしてほしい話題はお年玉の金額です。ほう、最近は万単位が当たり前、1000円とかあげた日には見下されるとか、マジで？親戚の数にもよると思いますが、いくらくらいもらっていましたか？え？いくらもらってる？いくらもらってる？正直に言ってない。もうもらってないですけど、中学ぐらいまでは、ま、なんとなく一人1万、2万ぐらい。一人1万、2万？ぐらいでしたね、やっぱり。マックスは？え、マックスって、総額、一人。一人 ?2、3万。でも普通だと思いますよ、多分。いや私なんかは、親戚周りとか、お正月にしない家なので、うん、基本、うん。なんか、まあ、こう、暇とかっつって、親戚の人に声はかけるんですけど、こう、無理やり集まったりとか、そういう時間を無理やり設けたりはしないので、あんまり、そんなに。もらってる子は何十万ってもらってたりしますから。え、それは総額ででしょ。総額で。すげえ、びっくり。矢作さんはどうでしたか。私ね、本当に親戚がいないのね。ほう。もう おばあちゃんぐらいしかいなくて、本当にいないの。おじさんとかいとことかもそんなに、うんうんうん、だから、うん、本当1万円もらえればラッキーみたいな。1万円の本当に。いや、でもうちすげえ貧しかったからすげえ貧しくて1万円とかもらえるだけだよ。すごい、福沢諭吉初めて見たみたいな。諭吉さん、そうそう、諭吉だって1年の中でさ、小学、あの中学とかそのぐらいの時ってなかなか会えないじゃない。まあ確かに、そうそうそう、そうですね。だからすごい嬉しかったね。でも確かにお年玉がこうまとまったお金が手に入る子供の唯一の時期ですからね。そう、漱石とかね。え、漱石、漱石の時代じゃない、ひょっとして。え、何が漱石、千円札が漱石の時代じゃない。え、今千円札ってあの秀代だよ。秀代ですよね。漱石知らない。え、漱石、漱石だった時知らない。夏目漱石。うわーうわえ、あれですよ、100円とか500円がお札だったのは知ってます。バカにしてるよなんか近くの児童館で誰かが500円札を持ってたとかつって新聞に載ったことがありました、友達がなんか私持ってるよ。え、じゃあ新聞載れますよ、ね、ありがとう。
そしてこちらがですね、のけもの使いさんからいただきました、はい、おはぎ様、あやねる、こんばんは。こんばんは。今回クロスジェネレーションのコーナーで取り上げていただきたいのは、うん、駄菓子です。駄菓子、駄菓子は世代によって全く違ったり、世代を超えて共通だったりするものがあったりして盛り上がるのではないかと思います、うん、というわけで、駄菓子、駄菓子屋さんってまずあった？駄菓子屋さんはなかったかな。スーパーでしたね、みんな。だからスーパーで買うからみんな300円以内とかって言ってもすぐなんかこう使い切っちゃって大変でした。じゃあそんなさくらさんに今日は駄菓子が、あー、食べ物欲しい欲しいです。マジ何が欲しい。うわ、懐かしい。だってめっちゃありますね。え、わさび海苔。わー、ちょっとね、ね、お店屋さんごっこしようよ。あ、私おばちゃん役やるね。あ、私、私、あの、駄菓子屋のおばちゃん役やるから買いに来て。じゃあ買いに行くね。コンコン。コンコンじゃない、コンコンじゃない。ガラガラガラっていうの、大体。ガラガラガラ。いらっしゃい。ほーい、ヤギさん。お菓子ください。いらっしゃい。どれがいいの、取ってね。じゃあ、これ唯一うちのスーパーにも置いてた万引き。万引き。マジっすか。これ欲しいのかい。あ、そっか、1個ずつ買わないといけないのか。なるほどなるほど。じゃあ、ヨーグルください。1個これ。10円10円10円毎度。それでいいんだ。すごい懐かしい。うわ、食べてもいい？え、食べていいんですか？食べていいって。いただきます。あ、これっていうか、え、ヨーグルトいろいろ味ある。これ、あー、懐かしい。これ、ちょっとこれやろうよ。それ屋台にあるやつですか？うわ、嬉しい。よいしょよいしょ。あ、どうも、いただきまーす。美味しそう。いただきまーす。うーん、甘。子供の頃これ美味しかった。うん？どうですか？懐かしい。やる？うん、食べます？いらない。そっか、これ苦手なんですよね、うん、そういうの苦手。そういうの苦手なんですよね。な、何があるんですか？梅ジャム。あ、梅ジャム、梅ジャムが好きです。梅ジャム、これ縁日でくるくる回して何枚とかってありませんでしたっけ？なんかそれはやった覚えがありますね。ルルルルちょっとね、今地味ないって言われたからちょっと壮大にしてみましょうね。じゃあちょっと、はい、ケーキ漬けにこれやりますか。ケーキ漬け、うん、これ何ですか？ガムです、うん、ただし3つ入っててどれか1個がすっげー酸っぱいみたいな。よくやったよ、これ。ロシアンルーレット的な。そう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 。さあ、見た目変わんないんだよね。変わんない、うん、さあどれがいい？こういうのは絶対真ん中には入ってない。真ん中いきます。私これ。あ、やばい匂いする。ちょっと待って、え、ちょっと矢作さんの匂い嗅がしてください。あ、でも一緒かも。それね、オッケー。あ、じゃあ作家さん、それいくよ。せーの。あれ
か作りでわーみたいになる。な、だ、だ、ゲラゲラって。私、酸っぱいみたいにやっとくわ。やっとくわ。何がいい？じゃあ、じゃあ。じゃあ、編集で。編集で食べてますみたいなとか。せーの。もう邪魔邪魔邪魔もう。ベロベロ汚い。台本出てこない。台本。これ邪魔。このせんべい。でも本当酸っぱいよ。うん、酸っぱいですよ。全員酸っぱいよ。この状況どうするんですかね。知らないよそんなの。何が一番美味しかったですか。なんかよくわかんない。よくわかんない。駄菓子っていうのはこの、うん、買って食べるみたいなこの全体が面白いわけだから、うん、一番美味しかったのはみかんですね。みかんが美味しかったです、はい、ということで、あんまり綺麗に締まりませんでしたが、以上クロスジェネレーションのコーナーでした。はい、レディオクロス。そろそろクロストークも終了の時間になってしまいました。はい、番組ではリスナーの皆さんからの普通た感想、私たちにクロストークしてほしい話題、クロスジェネレーション宛てのお便りをお待ちしております。お、宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に、うん、文化放送超 A&G プロスレディオクロスまで。メールの場合はすべて小文字でcross@joqr.net、 cross@joqr.net、 クロスの綴りは CROSS。 なんか楽しくなっちゃったね。だって落ちなかったんだもん。ちょっとでしたね。まあこんな、でもね、はい、多分私だったっぽいよ。矢作さん、なんか酸っぱかったんだよ。私も酸っぱかったですよ。でもこういうスポーツだったっけと思って、あまりに懐かしくて、うん、でもなんかどうやら私っぽかった。矢作さんっぽかった。うん、うん、かもしれない。今日の放送全体的にバーン。はい、これすら揃わないっていう。あー、まあこんな時もありますよ。こたつ出てし、だって日本撮りだからさ、うん、疲れますね。いやー、まあ我々はね、これから頑張って年を越すわけです。そうなんですよ。まだ私たちはこれからなんですがな。忘年会控えてくんだよね、私。お、ある忘年会。ない。誘われてない。お酒飲めないしね。そうなんですよね。ね、まあ、みんな、来年も頑張ろうね。あ、頑張りましょう、ね。今年も頑張ろうね、みんなね。お願いします。さあ、うん、というわけで。しょうがないよ。次は頑張りますから、次はメールとかね、いっぱい読んでね。多いですね。はい、頑張りますんでね。許してください。はい、というわけで、今日はこの辺でお別れです。お相手は、クワッドクロス早急ステレア役の矢作さゆりと、カノン差し役の桜彩音でした。来週もこの時間にお会いしましょう。バイバイ。